何度言ってもわかんねえやつだな。そんなもん。近所の犬に食わすときゃいいんだよ。解決したからもう切るぞ。藤田シコる。ありがとう。これからも応援してくれ。てなことで次のコーナーだ。今日はゲストにユダヤ人が来ているみたいだから、早速話を聞いてみよう。投資キッズはあんたの顔見てもピンとこねえから、自己紹介頼むわ。相変わらずだな、ジム。ラリー・フィンクだ。全然わかんねえ。ブラックロックの CEO です。マジでお前ら知ってたのこんなメガネが。うん。 ブラックロックと言ったら世界最大の資産運用会社だろう資産額がやばすぎてマジで世界を裏で牛耳ってるやつじゃねえか分かっていただけで何よりだアッパーマスソーのシ君アイシェアーズを提供しているといえば馴染みがあるのかな資産運用額も1400兆円を超えている何にも聞いちゃいねえのにめっちゃ喋るじゃんアンダ一1400兆円ってやべえなアンダ何それア,アップルとどっちがどっちがすげえのそれ なんで愚かな質問なんだ時価総額の話をしているのか確かに時価総額だったらアップルが400兆円で世界1位だけど全く話が噛み合わないな君とは。 企業の自家総額と運用資産をごっちゃにするやつがあるかああ、そうかい。ごめんよ。で、あんた今日何しに来たわけ米国経済の今後の見通しについて語ってくれるわけだろうリセッションとか暗い話はなぜにしてくれよ。バリュー株か国債か ?ESG か待って待って。ESG っていう言い方は気に食わないな。私はもうその言い方はやめたんだ。極端に思想が偏った連中が誤解して攻撃材料として使い始めたからね。まあ、そういった中で。 今後、サステナブル投資の観点で、日本企業がかなり有望じゃないかなっていうふうに私は見ているんだけど。日本だおいおっさん、冗談はメガネだけにしてくれや。日本は最近 IMF のデータで、一人当たりの GDP が27円に転落したって書いてあったんだぜ。まあ、落ち着いて聞けよ。実はこの前、日本に行って、岸田と36分間意見交換会をしてきたんだ。ん金ばらまくって言ってなかったまあ、そういう言い方はしていなかったからほら、今度、日本が。 ニー s 兄さんを拡充するでしょう。 まだまだ貯金神話から抜け出せていない日本にとってまたとないチャンスとなり得ると思うんだ。あ、あの男は株式保有額ゼロの男だぞ。あんたみたいな金融のトップの人間と何を話すっていうんだ確かに ETF とか福利とか丁寧に説明したけど聞いたことがないとか分かってなさそうな顔をしていたけど取り巻きの連中はなんか分かったような顔してふんふんってうなずいてくれだまされちゃいけない。そいつらは財務省の連中だ。やつらは断ることに増税のタイミングを見計らってやがるんだ。理由はどうあれ資産運用の新規参入を促進する っていう取り組みは素晴らしいと思わんのかねあの翔太郎パパだって日本にはタンス預金だったりで約2000兆円もの預貯金が眠っているっていうんだ。これは日本の家計金融資産の約半分を占めているっていうんだ。その2000兆円ものお金を投資に呼び込むことができればあの日本だって30年の眠りから覚めて驚異的な経済的変貌を遂げることができるだよ。はあ2000兆円ね聞こえは素晴らしいけど。 そのタンス預金だったり貯金っていうのもほとんどが死にかけのジビさんパーサーの金だろうまずは認知症のジジバまに誰がニーサとスマホの使い方を教えるのかはなはな疑問だねまあまあそこはお孫さんに夏休みとかお正月のタイミングでネット証券講座を開いていただきあとは毎月積み立てでどうにでもなるでしょう私の望みは あれ香織さん飲み物を買おうと思ったらお金がないわ。何を言ってんのお母さんお金はケンジがボンにブラックロックに全額ぶっ込んだじゃない。この世界線を構築し、さらなるブラックロックの繁栄をもたらすこと。それが、今この日本を救うことにも繋がるのです。そこはオロナミンーであれよ。